現在物語の2回目です。前回の MA 計画の失敗により、瀬戸が動き出した。対象者は、この、メータ・ザルムホーファーです。今までは、曲名を覚えてもらうために、ザルムホーファーと呼んでましたが、小説でメータの名が普通に使われるため、こちらもメータ呼びで解説させてもらいます。今頃 MA 計画の候補に選ばれてますが、すでに目はつけられていたんでしょうか。魔力的にはな。ただ、彼女は悪人だから、女王候補に選べるわけがなかったらしい。瀬戸はそんなのどうでもよかったのかもしれない。彼女は、洗脳などの能力を保有していた。彼女は、犯罪組織アポカリプスのリーダーのペイル・ノエルと親しく、彼をダーリンと呼ぶほどであった。まさか、犯罪に手を染めてたり。彼と初めて会った日には、殺人に手を染めた日でもある。やっぱり悪いことしてますよねー。政府の治安部隊と犯罪組織アポカリプスが睨み合っていたある日、罠にはめられたメータは、投獄された。国に目をつけられるほどの犯罪者であり、とんでもない魔力を持つので、普通の牢獄ではアウトだから、ライゴッチ神殿の特別牢に入れられた。何ですか？その神殿は？アサエフ家が管理している、女王候補の育成機関、牢屋や処刑用の道具まで備え付けられてる。闇が深い。で、処刑当日になったのだが、その処刑人が瀬戸トワイライトであった。よりにもよってハーですか。彼は、自分の実験に協力することを条件に、助けることを提案した。どうやって？処刑用の電気椅子の電気量をうまく調節して、一時的な仮死状態にして、メータを死んだこととする。その後、目が覚めたメータはその場から逃げるというもの。手だれですね、これ。メータは、そのまま死ぬつもりはなく、言う通りにした。作戦は成功し、彼女の体は棺桶に入れられたが、彼女がそこから出てくることとなる。目覚めた後、逃げればいいのでは。彼女の大好きなペイルが、瀬戸に人質に取られてるのでできません。油断ならない男ですね。そして、瀬戸率いる王立研究所にて、彼女は神の双子の種を埋め込まれ、今度は成功した。これが、第二次 MA 計画である。国にマークされてる犯罪者が女王になれるとは思いませんが。元老院は、このことは承知済み。彼女には金や地位は与えるけど、女王はアリス・メリーゴーランドがついたまま。仕方ありませんね。生まれた双子は、巨大なガラス製の容器に入れられた。出産翌日、神の双子のヘンゼルとグレーテルの誕生が発表され、女王アリスの命という形で、エビリオス暦が制定された。だが、グレーテルの姿を見ている時に、失っていた幼少期の過去がフラッシュバックした。自分も、ペイルも、瀬戸によって生み出されたグールチャイルドであったことを。なんでそんな大事なこと忘れてるんですか？崖から転落した時の衝撃のせい。この時、分け合って研究所から逃げ出さなくてはならない状況になったのだが、双子を連れて逃げることにした。放置してれば、いいように利用されるだけ。自分たちのような思いを子供たちにさせたくないと。ペイルは？物語の流れ上、必要ないので喋りません。なんでですか？小説でいいところのネタバレだから。せめてこの子たちには幸せになってほしい。その思いで、森の中を必死に駆け抜けた。追ってくる瀬戸に背を向けながら。聖母が国家にまで背を向けてますよね。神の双子誘拐ですから、犯罪なんてものじゃ済みませんよ。確かにそうだが、後の最大宗教レビン教では、メータはあくまでアポカリプスの人間であり、断じて彼女を聖母と認めてない。後世にて、彼女の信奉者はメータを聖母として崇めているが、それを言ったら弾圧の対象になるとのこと。で、話を戻すと、逃げ切ったであろうメータは、森の中で散歩をしていた。その時に、連れてきた双子から、一時的に目を離した。その時だった。なんでこのタイミングでイブが来るんですか？偶然、同じ森で居合わせていたようだ。イブは、この双子を神様からの贈り物だの勘違いして、持って帰りました。この絵では、リンゴを持ってるように見えるのですが。精神的におかしくなっているイブには、マジで果実に見えている。ダメなやつだ。すると、ことに気がついたメータは、イブを追いかけた。イブには、メータがクマに見えている。なかなか厄介な幻覚を。この逃走劇の勝者は、イブ・ムーンリット。誘拐犯の勝ちですか。で、家に戻るとアダムが温かく迎えてたが、この顔である。
奥さんが子供誘拐して家に入ってきてるんですもんね。アダムは、まだやり直せる、子供を返してきなさいと優しく諭すが。無理よ、だってもう。は？イブがやった。母親殺してどうするんですか？死因ぐらいは言っても大丈夫か。雷に撃たれた。イブのお得意魔法が雷の魔術だったから。強い。アダムが確認すると、もはや遺体の原型はとどめてなかった。メータの持っていた小瓶に刻まれた名前から、双子の名前がヘンゼルとグレーテルだと判明。で、部屋に戻ると、この顔である。この状況で、笑顔、だと。複雑な心境の中、アダムは双子を育てることにした。そして、かなりの時間が流れた。彼らの住むエルフェゴート国にて大飢饉が発生。どうしてこんなことに？前年に、レビアンタの災厄があった。この災害で、レビアンタ魔導王国が崩壊した。何なんですか、その天変地異は？次回話す。生活に困窮したアダムとイブは、双子を森に置いていった。誘拐しておいて捨てるとは。まあ、他にも理由はありそうだが。何はともあれ、森の中に取り残された二人。ヘンゼルは、自分の持つガラスの瓶に小さい石を入れると、ガラスが月光を反射し、道が照らされ、そのまま帰還することに成功。優秀ですね。もっとも、小説では本当に月の光なのか、不思議な力によるものなのか、議論する必要のあるものだったけど。で、家に到着。そしてこの顔である。置き去りにした子が戻ってきたんですからね。と、思うじゃん。はい？小説にて、反応が全然違った。それは、どういう？この時、イブは大喜び、アダムは不在。誘拐からの置き去りからの？そしてこうなった。最強の魔女をどうやって倒した？小説読んで自力で驚愕してきなさい。で、家は丸ごと燃えることになった。今度はなんで？落ち着けや。誰が放った火なのかは、正確には知らない。燃える小屋から出てきたヘンゼルとグレーテルが意味深なことを言ってた、とだけ、言っておこう。で、小屋が燃える前に、精霊が小屋に集まっていた。精霊？前回話したクライム1の魂は、エルドが千年樹の森に集めて、精霊としていさせて、監視していた。そのうち、光の6匹と呼ばれる、レビアンタの最悪の時に地上に降り立ったと思われる存在。彼らが、そこに介入した。何の得があるんですか？森の外に出るため。それ以上のことは、自分はこの場では言いません。シリーズ全体には大したことではないので。そして、滞在の器が完成した。完成時、7つの光が空高く舞い上がった。ヘンゼルとグレーテルは？完成後、小屋から出た後にどこかへ行ってしまった。その後、誰もその姿を見ていないことから、死んだと思われる。これにて、今回の動画は終わります。次回は、二人の魔導士の話です。ご視聴、ありがとうございました。